す。だからさ、50ドル札しか持ってないんだってば。なんで釣り船ないのよ、このバス。なんだよ、客に対してそういうこと言うな。やった、止まった。わかったよ、ちょっと待ってくれ。そこのガスステーションで崩してくっから。お、小僧、このバス乗るのか。いいとこ来たな、金崩れる。この50ドル札な、いいだろ。これ偽札じゃないよ。あ、何？おい待てバカ。あ、カバン投げやがった。あ、おい、お前がもたついてるから行っちまったじゃねえかよ。次のバスまで2時間だぞ、どうすんだよ。おい聞いてんのか。くっそ。それにしてもグリーンドルフィンからの脱獄集とでも思ったのかな。あなたは。ああ、なあ、俺の車ガス欠なんだよ。ガソリン代と飯代をおごってくれるんならば好きなとこまで乗っけてってやってもいいぜ。そっちの坊やもどうだ。そうやって旅費浮かしてんのか。知らない人の車には乗っちゃダメってうちの姉ちゃんが言ってた。あ、嵐が来るな。きっと次のバスが来るまで君らが濡れずに入れるか試してみるのもいいかもな。乗りなよ坊や、怪しいものじゃないわ。私はアイリン、彼の名はアナキスよ。ママとパパはどうしたの。私たちもこれから父さんのところへ会いに行くのよ。彼、ボーイフレンド。どうなるかわからないけど、父さんさえ許してくれれば結婚するかも、私たち。くそ、本当に嵐が来んのか。でも10ドル以上は絶対に払わねえ。それにケープカナベラルにも寄ってもらうからな。乗ってよ、私たちも助かる。まあ正直こっちもだ。坊や大丈夫？あなた名前は？ほら乗りなさいって。お金なんて取らないんだから。震えてるわよ、寒いの？さあ。ピロです。え？エンポリオ、僕の名前、もう乗せないからな。十分だよ、二人で。嵐が来るって言ったのあんたよ。止めなさいよ、かわいそうだって。